APOD。2014年5月12日。イラストリスの宇宙のシミュレーション。我々はどのようにしてこの場所に至っているのでしょうか？ぜひ再生ボタンを押して、この動画を肩肘張らずに見てみてください。最近新しく行われた、これまでで最大規模、最高精度の、宇宙の進化のコンピュータシミュレーションから、銀河がどのように形成されてきたのかについての新しい知識と、私たちが宇宙においてどのような立場にあるのかについての新たな視点がもたらされました。その大規模プロジェクト、イラストリスでは、仮想宇宙が130億年以上にわたって進化する間、一辺3500万光年の立方体の領域に散らばる、120億個の最小要素をずっと追い続けるため、毎時2000万個の CPU が最大出力で使用されました。結果そのシミュレーションには、物質が様々な種類の銀河へと変化する様子が初めて捉えられました。この仮想の宇宙では、進化が進むにつれ、宇宙と共に広がる物質の一部が重力によってすぐに集まり、糸状の構造、銀河、銀河団を形成します。今日の動画には、その変化し続ける宇宙の一部が、旋回する仮想の視点で追われており、最初にダークマターの進化が描かれ、その後温度分布で水素ガスが、次にヘリウムや炭素といった重い元素が描かれ、最後にまたダークマターへと戻ってきます。左下には、ビッグバンから経過した時間、右下には描かれている物質の種類が記されています。いくつも見える爆発は、銀河中心の超大質量ブラックホールの放つ、熱いガスの泡を描いています。このイラストリスのシミュレーションには、実際以上に年老いた星が生まれる点など、実物の宇宙との間に非常に興味深い相違点が存在しており、今盛んに研究が行われています。明日の APOD は、飢えた星雲、です。